去年八月の豪雨災害で被災した小松市の保育園が、災害に強い保育園づくりに取り組んでいます。停電に備えて蓄電池を設置し、地域の支援にも貢献したいとしています。小松市の高田保育園は、去年八月、小松市を襲った集中豪雨で、床上二十五センチの浸水に見舞われました。人的被害はありませんでしたが、 園での保育は不可能となり4ヶ月は分散保育に当たってきました去年12月に通常保育を再開してからは独自に止水板を作るなど災害に強い保育園を目指してきましたさらに SDGs の取り組みとして今月園内の駐車場に電気自動車用の充電ステーションを設置しました 保護者のみならず町内の住民などに無料で使ってもらう予定ですまた来年1月20日からは災害に備え屋根のソーラーパネル96枚で発電した電気を蓄電池に貯める予定です 停電になりますと、非常に保育もです、ねえー、難しくなると、そういうためにです、ね、私たちは大型の蓄電池を今、設置いたしまして、その蓄電池で貯めた電気で、災害時、停電が防げるほか、電気が使える拠点として、地域を支援していきたいということです。